今回のご紹介は特に走行中テレビを映したいという方にとってうってつけの製品のご紹介となります。テレビキャンセラーをつけてしまうと純正ナビが使えなくなってしまってテレビを見ることができないということがあるんですが、今回のこちらの製品を使うことによってテレビキャンセラーを使わずとも走行中にテレビが流せて、また純正ナビが使えるうってつけの製品のご紹介となります。今回ご紹介する製品はポッドキャストから新しくリリースされておりますカー TV メイト、こちらのご紹介、今回は切れ字チューナーを使った私の使用例でご紹介をしていきたいと思いますので、ぜひ興味のある方は最後までご覧になっていただければと思います。まずは筐体の方のご紹介をしていきたいと思います。私は今回ノアボクシーの90系のディスプレイオーディオに使用した例でのご紹介となるんですけれども、これはアフターでまた別途購入したセンターコンソールボックスということで、ハイブリッドになりますとここにセンターコンソールボックスがないので私はここに設置しております。まあ、この製品も別動画で上げておりますので、ぜひ興味のある方はご覧になっていただければと思うんですが、まあ、ここに今回私は置いております。また、まあ、ノアボクシーの場合ですとここに置くということもできるんですけれども、まあ、私はどちらかというと AI ボックスを使う頻度の方が多いということもありますので、こちらに AI ボックスの方を設置していると、まあ、いった状態となっております。で、この裏側になるんですけれども、まあ、ノアボクシーの場合ここが外れるようになっておりまして、で、先ほどのカー TV メイトなんですけれども、 AI ボックスと同じような取り付け方になりますが、ディスプレイオーディオに接続されるこの USB ポートに取り付けの方を行います。こちらはチャージ用のポートとなりますので、まあ、こちらに取り付けても作動の方はしないということになりますので、取り付けの方はご注意ください。で、また、給電ケーブル等は特に必要なくて、もう一本のケーブルのみで、そのまま USB ポートに取り付けて、設置の方が完了と、まあ、いうことになります。今、切れ字の方を流している状態なんですけども、もう一度こちらの方、USB の抜き差しをしてみたいと思います。一回切ります。新着ニュースがあります。タッチすることで詳細を確認できます。まあ、これが通常のディスプレイオーディオの画面になるわけなんですけれども、USB ポートを差し込みますと、作動の方を始めますので、ご確認いただければと思います。はい、そうしますと、こういった画面が出てきまして、すぐにテレビの方が映せると、まあ、いうことになります。また、ここ、タップしていただきますと、画面の横幅の調整ができるのと、で、さらにここ、3秒押しをすることによって、はい、こちらディスプレイオーディオの画面に戻ることができるようになっている、非常にシンプルな機能となっております。で、もう一度テレビに戻りたい場合は、ここを押していただければ、テレビを見るということができるようになっております。で、もう一度、今度はパワーボタンですね。乗り降りした時の想定で、作動を見ていただければと思うんですけれども、パワーボタンをオフにしまして、で、これが降りていった時と、で、また車に乗り込む時、パワーボタンを入れますと。そうしますと、またこの画面に出まして、すぐにテレビの方が映るといった塩梅となっております。今回、地デジチューナーなんですが、純正のものはもちろん使えません。なので、別のものを使うようになるわけなんですけれども、この MAXE の FT44 という地デジチューナーを使っております。で、こちらは以前、ピカソー2 Pro で、使用したものと同じものなんですけれども、今回のこのカー TV メイトに関しましては、こちらなんですけども、HDMI 接続ができるようになっております。RCA 接続をしなくても済みますので、そのまま HDMI 出力をして、カー TV メイトの HDMI 入力端子に接続するだけで OK といった塩梅となっております。またこの FT44 自体も、これ、二つの二芯のケーブルがついているんですが、この二つのケーブルで接続すれば OK ということになります。赤がアクセサリー電源のケーブルで、黒がアースということになります。で、また、この
配線自体はリモコンの受光部をセンシングするための配線です。で、この2つの配線自体はアンテナの配線。で、こちらにもアンテナの配線、計4つの配線があるんですけれども、私はこの2つの配線だけを使っているといった状況でテレビが見れているといった具合になっております。こういった接続の仕方をすることによって、冒頭でもご紹介した通りなんですけれども、テレビキャンセラーを設置することがありませんので、純正ナビが普通に使えて、走行中テレビを流すこともできるということになります。それでは走行中のデモを実際にご紹介していきたいと思うんですけれども、今走行している状態なんですが、テレビの方は映っているのがお分かりいただけるかと思います。テレビキャンセラーもつけているので、テレビキャンセラー使ってるんじゃないのって思われるかもしれないんですけれども、ナビを切り替えてみたいと思うんですけれども、その場合はここを3秒押しします。はい、そうしますとナビの画面に今切り替わったんですけれども、こちらアイコン見ていただければと思うんですけれども、しっかりと動いているのがお分かりいただけるんじゃないかと思います。はい、ナビの方もしっかりと作動しながら地デジも見れてしまうということで、もう一度テレビを見たいという場合はこちらのボタンを押します。そうしますとテレビの画面に切り替わったのがお分かりいただけると思うんですけれども、しっかりとテレビを見ながらナビを使うということができます。実際にはテレビの画面を映しながらナビでアナウンスを聞くっていうやり方になると思いますので、そのデモについてもご紹介しようと思います。ヘイトヨタ、狭山市駅に案内して。私鉄、地下鉄駅をお調べしました。一番目。狭山市駅、西部に案内します。一般道を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。はい、まあ、この状態なんですけど、次の信号は左方向です。その先、600メートルで左方向です。まあ、そうしますと、テレビが映っている状態で、このノアボクシーの場合ですとメーター上にナビのアナウンス表示というのができるようになっておりますので、まあ、テレビを映しながらメーター上のナビのアナウンス表示で、まあ、ナビを使うということになりますので、テレビキャンセラーを使わず純正ナビの機能も使えますので、純正のナビを使って車の運転をしたいよという方にとっては非常にうってつけのアイテムになり得るんではないかなと思います。はい、ということで今回なんですが、こちらオッドキャストより新しくリリースされましたカー TV メイト、こちらのご紹介を今回はトヨタの90系のノアボクシーのディスプレイオーディオを例にご紹介をさせていただきました。特に私も AI ボックスよくリリースさせていただいていて、ご意見をいただくんですけれども、テレビが見れるんですかという質問であるとか、純正ナビが使いたいんだけどという意見をよくいただきます。AI ボックスに関しましては、ピカソー2 Pro という AI ボックス、あちらで HDMI イン接続をして、まあ、今回もご紹介しております、地デジチューナーを別途つけることによって、テレビが見れるんですけれども、まあ、今回のこのカー TV メイトに関しましては、ピカソー2 Pro の AI ボックスを外して HDMI イン接続のみができる製品ということで、また普段ネットはあまり見ずにテレビしか見ないと、まあ、いう方にとっては非常に使いやすくてシンプルであるとともに、HDMI のみの接続によって、まあ、今回の MAX インの横に今映っておりますけれども、FT44 ですと、HDMI 出力から、まあ、こちらのオッドキャストの HDMI インに接続することによって、テレビを映すと、まあ、いうことができます。解像度としては 720p 設定をすることによって、テレビを見るということができるわけなんですけれども、接続に関しましても非常に簡単になっているというところも、非常に使いやすいところになってくるかなと思います。走行中にテレビを流したい、また純正ナビを使いたいという方にとっては非常にうってつけな製品かなと思いますので、ぜひ興味のある方は概要欄の方リンク貼っておきますので、そちらの方をご覧になっていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。